こんにちは、レンジです。パタポン2の続きをやっていきます。今回でおそらく最終回、前回も言いましたけど今回おそらく最終回です。で、ちょっと育てました。タテポンに究極が2人、ヤリ、タテ、ユミには究極が2人ずつ、あ、ヤリは3ついるか。で、キバポンにも1人、デカポン2人、メガポン2人、トリポン1人、ロボポンはもう論外。マホポンはちょっと厳しいね。トリポンがね、かなり育ったんで、ちょっとトリポンをね、使いたいんですよ。で、最後はどういうものかね。パタポンを滅亡させた大悪魔。愛が欲しかった。パタポンを妬み、悪魔と取引した男は呪いの仮面によって永遠の命を得たんだ。そして元凶たる 大悪魔は世界を滅ぼそうとしていた。おっと、いきなり世界が滅ぶ話になってるな。ほう、なるほど。阻止せねばならん。さあ、どういう編成でいくかな。ちょっとね、デカポンが強いってことに気づいて、このダメージってとこ見てください。18から40、11から29、3から112。デカポンはね、やっぱ強いのよ。しかも装備もかなり整ってるんでね。神の武器、破天の武器、太古の武器、うん、防具も、これはね、デカポンは使っていきたい。ちょっと使った感じ あまりにもひどかったら、変えますけど、まあ、なるべくなら一発でいきたい。とりあえずこんな編成かな。弓か槍かだけど、まあ、槍の武器が強いから、これでいくか。ちょっと武器、これ後ろの人何持ってんの。マドロムか、寝かせるやつね。あー、武器があんまりだね。え、じゃあさ、じゃあネラーを槍にして、で、槍にするってことは、じゃあここ弓だ。うんうんうん。そしたらここ2人強い武器持つから、うん、ちょっと底上げになる。これでいこう。で、このミラクルは何を持つかだよな。多分確定で必要なのはないと思うから、守りのミラクルとか一応持っとくかな。使わないとは思うけど、いきます。あ、シチュー、まあいいや。まあ、まずは様子見ということでね。シチューはね、一番強いやつ使っていきたいね。悪魔のシチューが一番強いかな。いや、そのまま勝てるかもしれないしね。さあ、どんなやつだ。大魔王。うわ、でかっ。え？でかくなかった。あ、仮面だ。盾じゃないよね、仮面だよ。なんかドラゴンみたいな。おお、獣。うわ、眠らされた。やばい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 。姿が変わる。で、一人取って、そりゃもう死ぬわな。そりゃ死ぬよ。騒げが欲しいな。前取りそびれた騒げ。やっべ。お、うわ、なんだそれ。やっ、強すぎる。歯が立たねえよ、これ。これがブレス？うわ。これはダメだ。見極めらんねえよ、こんなの。
これ逃げてもダメ。このタイミングで騒げをやるんだよ。すごい長いしね。あ、どんどんチャカチャカでなんとかなるか。どんどん壊れてく。幸いそれしかやってこないから、ここでどんどん押せ。華麗なジャンプできてないよ。あ、ネラ食われならいいよ。あ、ネラ食われてももう復活できないか。これ復活できないんだ。どんどんチャッカチャッカ、どんどんチャッカチャッカ、無理だね。これ騒げないとクリアできないわ。しかも寝る時間もめっちゃ長い。はいはい、こいつは強えわ。今までのボスはわけが違う。無理だと思ってたカニを倒さなきゃいけない。これはここ、くー、なんとかカニ倒さないでそのままクリアできるかと思ったけど、待てよ、こいつ鳥にしといたらどう。ちょっとごめんよ、武器ちょうだい。で、鳥にしといて、鳥はずっと飛んでるから眠らされるのが効かない可能性があるから、で、盾つけてで、後ろから援護射撃、こんな感じでいこうか。守りのミラクルやったところでだよな。持たせるか。あー、まあ、うまいくらいでいいじゃん。パッタポンドンジャッカ、これで眠らない。で、ここで逃げる。おお、こうよ。ただこいつのいやらしいとこは、ここは逃げていい。よいしょ、逃げていい。同じモーションなんですよ、このチョキンと眠らせるのが。よしよし、だからいきなりチョキンやってくることもある。パッタポンドンジャッカで逃げ、そいつはもうしょうがねえ。もしかして防御力があればなんとかなんのか。貯金はほぼワンパンで死んでたような気がするけど。パタポンドンジャッカ、ほら、いきなり来んのよ。モーション一緒だよね多分。あ、これは違う。これは一人を確定で殺すやつだね。眠らせたか、眠らせて凍らせた。もう目が怖いもんこいつ。こう近寄ってきた後はいきなり貯金やってくるような気がする。ポンパッタポンパッタ、遅えつうか無理だよ今の。いや、頑張ろう。あれ、ガードしても無理だよね、多分。っていうか、泡だったらガードしても無理、意味ないしな。パタ、ポン、ドン、ジャッカ。よしよし。違ったとしても、パタ、ポン、ドン、ジャッカやるしかないんだよ、これ。
やるしかねえ。パタポンポンチャカラッキー、ポンポンパタポン、パタポンポンチャカ。何それ、それ知らない。なんだわからん。4つだけ出したけど、これは逃げてる。ポンパッタポンパッタ、よっ、オープノ。でこの人は赤いくせに燃えやすい。パッタポンポンチャッカ、いやー嘘ー。あれハタポンにやられたらおしまいだからね。あ、わかった、違いあるじゃん。左右のハサミを同時にやると眠らせる。で、え、後ろ下がるんじゃないの。あ、後ろ下がる。同時だと眠らせる、同時じゃないと貯金。ちゃんと今敵のモーションで違いがないかをずっと見てました。やり直した方がいいかなこれ、戦力がもう足らん。よっしゃ、いけ。ほいや、これ貯金、このまま攻撃でいいんだよ。し、もうこれで大丈夫だ。あとはそれを瞬時で見極められるかどうかなんだよな。最初のコマンドが違うからさ。おお、黄色い液体だ。これ逃げろ。なんか足壊れかけてない？同時ね。同時。ああ、ひるんでる。同時。パッタ、ポン、ドン、チャッカ。ポン、パッタ、ポン、パッタ。これもドンチャカでいいのかな？足の日々最初からかな？ポン。同時。パッタポンドンチャッカ。赤い液体だ。同時。ポンドンチャッカ。ポンパッタポンパッタ。眠らせの後は早いんだよな、攻撃が。まだ下がんねえか。体力はまだまだあるな。同時。パッタポンドンチャッカ、ひるんだ。同時。パッタポンドンチャッカ、ポンパッタポンパッタ。ああ、チョキチョキやってる。ポンポンパッタポン。疲れてる。今の攻撃モーションと間違えるからやめてくれ。ポンポンパッタポン。今のも疲れてるコースだな。ポンポンパッタポン。同時。パタポンドンチャカ。同時。パタポンドンチャカ。逃げるよ。これ貯金。ポンポンパタ。お、逃げる逃げる。あ、ひるんでる。いけるな。この戦力で。いける。あれ、なんか変なもん拾ってるな。うわ、雷で起きた。最悪。あぶな。赤い液体。赤い液体。だいぶお疲れのようですね、あなた。あー、チョキチョキだ。
おお、逃げられた。同時パタポンドンジャカ、攻撃していいよ。同時パタポンドンジャカ、ポンパタポンパタ、すんごいひるみな。倒した。はあ、あ、紫の液体だ。ちょっと拾えよ、拾えよ、ちゃんと拾えよ。紫、紫拾えよ。あ、拾ってる、拾ってる。あ、よかった。ただなんか、変な弓みたいなの拾ってんだよな。いや、強かったよ、こいつ。でも、よく見ればなんとかなるってことは分かったね。あ、なんだ拾ったの。ハテンの弓。わお。ここに来て。弓はね、あんまり強いの持ってなかったから助かるわ。液体使うのって、マホポン使うか？でも必要なの液体じゃなかったような。だよね。こっちもしかして、うわぁ、こっち全然じゃん。待てよ。こうして、こうして、うわぁ、もう足りない。あー、デカ種ってのが足りないか。あ、いいよ。マホポンは最終決戦には連れてかない。よし、やるぞ。やるぞ、やるぞ、やるぞ。まず、どうしようかな。盾が必要かっつうと、もうそういうレベルの話ではないんだよな。弓は、破天装備したね。よしよし。弓は持ってく。そう、持ってくでいいでしょう。いいのか。眠りこいつは効かないから、飛んでるからね。でこいつ後ろにいるから効きにくい。であとはここだけど、デカポン行くか。デカポン攻撃力強いからな。でシチュー神のシチューにしよう。守りのミラクルで行こう。多分使わないけど、よし行こう。パタポンドンチャカのタイミングを失わないように。パタポンドンチャカさえ持ってれば、これでもう歌は全部埋まってますから。これ騒ぐっていうのがパタポンドンチャカね。ここ溜めとこう。よっしゃ、先制攻撃。怖えよ。ここでパタポンドンチャカ、パタポンドンチャカで逃げる。ナイスだね、ナイス。お前のワンパターンの攻撃はパタポンドンチャカによって防がれるんだ。パタポンドンチャカ。えい、効かねえ。もう一回逃げよう。ちょっといつまで来んねん。危な。いいよ。今んとこすごくいい。止まった。やばい。パタポンドンチャカ騒げ。逃げろ逃げろ。よっしゃ、パタポンドンチャカ必須じゃんもうこれ。ただこんなんで終わるとは思えないし、ほら行け。パタポンドンチャカ逃げろ。よっしゃ、第二形態多分あるよね。あのめっちゃ後ろに行って走ってくるのがあったんだよな。パッタポンドンチャッカ、どんどんひよってきたよ俺は。
これだ。これは。うわぁ。うわぁ、怖っ。ああ、危ない危ない。で、休憩するんだね。やべえ、攻撃しちゃった。オッケーオッケー、大丈夫だ。ナイスナイス。パタポンドンチャカ、パタポンドンチャカ、オッケーです。それが一番安全だ。死んだとしても一人だしね、その場合。まあ、確定で死ぬけど。次、パタポンドンチャカ。パタポンドンチャカ。オッケー。いいよ。で、ネラーがトリポンなのすごくいい。これで掴まれないから。疲れてるよ。いけそう。次、パタポン。パッタポンドンチャッカ、オッケー、いいよー。いや、す、無限に来るよこれ。オッケー、いけ。まだ一撃も食らってないじゃんこれ。逃げろ、もう一回逃げるよ。相当お疲れのようですね、あなた。次触る。パッタポンドンチャッカ、えい。ポンパッタポンパッタ、あれ、どうした、死んだのか。倒したよ、パタポンドンチャカを得ただけで倒したよ。もしかしたら第2フェーズあるかと思ったけど、騒ぐゲーだった。デッタンカーメンっていうんだ今の。これでエンディングか。どうだ、今度こそちゃんと終わりか。そこでロード今まで入ってなかったね。ここが世界の果て、世界の果てに着いたか。なんてこった。はしゃいでる。ああ、ベンジ様、太古の力に感謝します。おいおいおい、すっげえ、こなこと、すっげえ、ベンジ。こなことって何。もっと先へ進んでみよう。おう、いけいけ。なんでそんな初期装備してんの？あんたたち。あ、こいつら、狩りのやつじゃないのか。パタポリスで待ってたやつらね。お？祭壇みたいだね。え？何？え？人間社会に来た？あ、卵。え？すごい綺麗な卵があるけど。ガラスでできてるみたいな。世界の果てには卵があったか。神様お願いです。何何何何？どうかパタポンたちをお導きください。え？ヘルプ。あ、進めと攻めろしかない。じゃあ卵壊せってこと？ここでやってみっか。攻撃する相手ないっていうね。へえ。いいの壊しちゃって。それ以外ないもんね、コマンドが。もうこれ以上進めない。ちょっと騒げとかやってみる？パタポンドンチャカ。ああ。どうせならフィーバーしてからにするか。守れとかもなかった。パタパタポン。パタパタパタポン。
よっしゃ、いくよ。え？攻撃できしてるじゃん。何もいませんって言うんだけど。ああ、悪そう。あってよかったのそれ。すごい綺麗だったね。ああ、眩しい。目つぶってんのがちょっと可愛いね。たとえ目がつぶれてもそれを見ることが、そうだ、それを見たら目がつぶれるとかなんとかワンで言ってたような気がする。うわあ、目が眩しい。ああ、なんかすごい綺麗。ああ、虹ができた。おお、美しい。すっげえ感動。いや、こいつ好きだ、やっぱり。一番後ろのやつ。あれ？ん？え？何それ？ああ！ああ！これは、囚われてた人じゃん。なんてこった。ああ、気持ちよく寝ていたのに、卵を割るなんて。え？でもおかげで救われました。ありがとう。どういうことよ。あなたはプリンセス？プリンセス。これで、あなた方の旅も終わりですね。よく寝てたのに、そんなこと知ってるね。あ、ネーラー来たよ。あ、最初のシュバの仮面に戻ってる。やはり行ってしまうのですね。世界を元に戻すのがあなたの使命。私はここであなたのお帰りをお待ちしております。おい、あー、よく寝た。ここは風が気持ちいいな。あ、あれ？プリンセス、いつからそこに？そらそうなるわ。あー、終わりました。いやー、すーごい長かったけど、すごい面白かった。多分このゲーム、実況でやってた時間よりも裏でやってた時間の方が長かったと思う。めちゃくちゃ素材集めとか武器集めとかしまくったわ。だから実況で見てる時間の倍以上の時間がかかってるとは思っておいてください。でもね、そんだけ楽しめるゲームですね。で、多分ね、まだまだ楽しめると思う。まあ、1の時もそうだけど、このクリア後にやり込み要素がある系のゲームなんですよ。まあ、途中でも何回も言ってたんですけど、このゲーム、まあ、PSP の最盛期に出たゲームで、その頃 PSP で流行ってたのっていうと、モンスターハンターポータブルですよ。それで、このゲームもめちゃくちゃモンスターハンターを意識して作られてて、その4人で協力プレイができたりとか、素材を集めて、いっぱい集めて何かを作るだとか、そういうところがすごくリスペクトしてるところで、だからそのクリア後もずっとできるっていうのが、まあ、この頃のゲームの流行りというか、そんなんなので、まだまだ究極体3体いるうちの、まあ、一応全部作りはしたんですけど、多分最終的には全部のパタポンがあれのレベル10とかになるんだと思う。レベルもマックスまで上げたやつで5とかなんで、まあそれで分かりますよね。30時間以上はこれやってるんですけど、
そのレベル10までいったやつなんていないし、究極のやつは全部レベル1、いや1人だけレベル2になってるかな。なのでまだまだなんですよ。で、途中ボスが何体もいましたよね。あ、つくぽんつくぽんつ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 くぽん、あの後ろのミニゲームのやつはね、なんかすごい愛着があるんですよ、みんな好き。で、何言ってたっけ、ボスがいっぱいいたんですけど、ボスは倒すたびにレベルがどんどん上がってくるんですよ。同じレベルを二度とできない、クリアすると。なのでどん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 強くなってくるんですよ。で、一番最初のドドンガ、あいつだけレベル18くらいまでやったんですけど、まだまだ上がりますから。最初10までかなと思ったけど、全然上がるんで、多分99とかまで上がるんだと思います。だから、そのうち倒せなくなってくるんですよね。そしたら違うボスを倒したり、ヒーロー、なんかコープモードみたいなのをやったりして、武器とか素材を集めてどんどん強くして、またそのボスに挑むっていうのが多分無限に続くんですよ、この後で。まあ本番は多分協力プレイで、みんな最強のヒーローを持ち寄ってボスを倒していくっていうのが、まあエンドコンテンツになっていくんだと思います。で、なんかストーリー的にはすごい1の後追いみたいなので、最初どこなんだろうと思ったけど、追加要素はなんかめちゃくちゃありましたね。ふんだんに追加要素があって、まあ1の、まあモンハンで例えるとモンスターハンターポータブルセカンドに対してポータブルセカンド G みたいな、そんな扱いなのかな。まあストーリー的に、まあ続きのストーリーでは、ああこの二人、え、どうすんのそれ、乗せた、あら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 、プリンセスはもうネラーが一人で行くのねって言ったけど乗せてったよ。へえ、あの二人の今後はちょっと気になるね。もしかしてあれかな、3でその続きとかあるんだろうか。3はなんかね、ヒーローがメインの話っぽいんだよな。なんかもうパッケージが完全にヒーローなんで。お、あとなんか、ああ、カーメンと協力してるよ、今度。あ、ジゴトンもいるじゃん。あらあら、みんな仲良くなった？いいじゃん、いいじゃん。いいね、敵と仲良くなるっていうのはすごくいいね。2008年のゲームでしたね。エンディングへの到達おめでとう。世界の果てを目指すパタポンの冒険はまだまだ続くみたいです。でも、パタポン2ドンチャカのお話はここまで。パタプーカやパラゲト、隠しボスなど、この世界を心ゆくまで楽しんでください。ということです。なので、まだまだやり込めますよっていうことですね。お、目玉飾ってある。ちょっと、目で、目で。虹の架け橋が霧を晴らし、我らをさらなる冒険へと導いてくれる。なるほどね。ちょっと一応続きあるか見とくか。おう、ないね。すぐには出ないってことだ。なんかいろいろやってたら出てくるって感じかな。このままどっか増えてるわけではなさそうだよね。うん、で、ここのドドンガのとこにごく稀にマジドンガってのが出てくるんですけど、あ、これ16だったわ、18じゃなくて。で、マジドンガが7くらい倒してるかな。で、カッチンドンガってのが1回どっかで動画で出てきたと思いますけど、あれ1回しか見てないですからね。めちゃくちゃレアだったんだ。あの1回で倒さなきゃいけなかったんだな。負けたんですけどね。それも倒さなきゃいけないのかもしれない、もしかしたら。はい、ということでこれでパタポン2の実況は終わるんですけど、パタポン3すでに買ってます買ってますんで、そのうちやります。で、なんかヒーローがメインで、もう完全に協力プレイがメインのゲームかなと思ったんですけど、一応ストーリーはありそうなので、まあ、そのうちやろうと思います。
まあ、そのうちっていうのがいつかっていうと、それはちょっとお約束はできないんですけど、参考までに1をやったのはこれの3年前です。まあまあまあそこまでかかんないとは思いますけどね。ちょっと早くやりたい気分はあるので、はい、ということでこれでパタポン2の実況終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコン、または画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。